地域の救急医療活動に役立ててもらおうと日本赤十字社は今日医薬品を兵庫県警に寄贈しましたこの取り組みは日本赤十字社兵庫県支部が65年前から行っていて包帯やガーゼ湿布などが入った救急医薬品およそ750セットが兵庫県警に送られました兵庫県警では 地域の住民がけがをしたときなどの手当に使うために赤十字社から寄贈された救急箱を県内の交番や駐在所などおよそ750か所に設置していて昨年度はけがや事故など152件に役立てられたということです。コロナが明けましてです、ね、特にあの公園とかで 出かけられることが多くなると思いますのでいや困ったなと思った時は交番に行っていただければ交番駐在所というのはあの地域の安全の拠り所でもありますんで応急手当にあの十分活用していきたいなと日本赤十字社兵庫県支部では県内の保育施設にも救急セットを届けていて今後も地域医療に貢献していきたいとしています